まあ、最初早い時間で先制されてしまって、追いついて逆転したまでは良かったと思うんですけど、逆転した後の戦い方っていうのをもう一回みんなで統一しないといけないっていうのと、まあ、同点に2対2にされてからはすごく相手の流れになってたので、まあ、そこで逆転されなかったっていうところはプラスに捉えて、また1週間意思統一してやっていきたいと思います。ディフェンスラインだったり、まあ、前の選手もそうですけど、本当みんな自分に声かけてくれて、ゲームに入る前からすごいいい雰囲気をチーム全体で作ってくれてたので、問題なくやりました。まあ、1週間しっかりトレーニングをして、まあ、今日取れなかった勝ち点3をしっかり取れるように、またトレーニングしていきたいと思います。今日もですね、最初前半暑くて、後半途中から雨が降って、もうすごい大変な環境だったと思うんですけど、一緒に戦ってくれてありがとうございました。またホームでみんなと一緒に戦って、いい時間を過ごせるように、来週も練習しっかりやっていきたいと思います。ありがとうございました。